東京丸の内にある丸の内谷田食堂。連日行列ができる人気で整理券を配布するほどの盛況ぶりだ。この食堂はレシピ本としては異例の大ヒットを記録した体脂肪系タニタの社員食堂で話題の株式会社タニタが運営する。タニタの社員食堂のコンセプトを忠実に再現し、ヘルシーなのに美味しい料理を食べられることが人気の秘密だ。本で自分で作るときに味付けはなんかあんまりうまくいかなくて、それで本当はどんな味なのかなと思ってました。話題だったので来てみたいなと思って。まずこと 100% です。満腹感が思ったよりありました。こちらが今日の日替わり定食です。見た目もボリュームがあってとっても美味しそうですが、実はこの一食で553キロカロリーととてもヘルシーなんです。ではいただきます。思ってたよりも味付けがしっかりしていて、あと噛み応えもあるので全くヘルシーのお料理という感じがしないですね。いや、こんなに美味しくって低カロリーというのは嬉しいですよね。できたよみんな。体脂肪系タニタの社員食堂は映画化もされ、タニタイコール健康というイメージが定着している。もうちょいだけ味が濃いと。株式会社タニタは1944年の設立。設立当初はシガレットケースやオーブントースターなどの製造販売を行っていた。そして1959年に家庭用体重計の製造を開始。1992年には乗るだけで体脂肪率を測ることができる世界初の体内脂肪計を発売し、健康に関わる企業としての地位を確固たるものとした。商品開発、営業、製造、品質管理などの各部門が連携を取り、独創的な商品を開発し続けている。タニタはこれまで健康をサポートする商品をお客様にご提供してまいりましたが、これからは商品だけではなくて、ありとあらゆる方法で世界のお客様をですね、健康にして、そして幸せにしていきたいと思っております。体脂肪計は今では体脂肪率だけではなく、筋肉量や推定骨量なども測ることができる体組成計が一般的となり、健康のバロメーターとして注目されている。健康な生活のために注意すべきことを日本生活習慣病予防協会理事長の池田義雄先生に聞いた。生活習慣病の根底にあるのは、多くの方の場合に肥満っていうのがあるのね。重い体重の中身はどうなのかっていうことね。まあ、体重を測って、そしてさらにその自分の体重に占めている体組成ね、これを知ることは非常に意味があるのね。では株式会社タニタの谷田社長にお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。タニタというと、もうレシピ本が大ベストセラーとなって健康のタニタというイメージが強くあるんですけれども、今後の展望としてはどのようにお考えなんでしょうか。はい、タニタはですね、日本の企業ですので、まずはタニタの商品とか、それから今注力しているサービスの方ですね、タニタのサービスを使って、まずはお客様に健康になっていただこうと思います。で、健康になっていただいたことによって医療費が削減されて、そこをまず目指してやっていきたいと思ってます。で、その後はですね、タニタは2014年で70周年を迎えますので、これまでは日本がメインにやっておりましたので、食事、それから運動、あと休養ですね、この健康のバランスをですね、考えた商品とかサービスを提供して、世界をですね、健康にしていきたいと思っています。ありました。今後の展開を楽しみにしております。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。